おはようございます。私寝坊しました。今午後1時半。どうしよう。今日も仕事に行きます。まあ仕事に行きます。間に合うから大丈夫。うちで事務所にたどり着きました。今から仕事始めます。つまんないな。もっと楽しいことやりたいな。でも早く終わらせて、早く何かいいことをしたい。踊りとか掃除とか ツイッターを読むとか 仕事終わりました。今の仕事だけど、帰ったらまたお仕事しなきゃならないんだから、いっぱい仕事をもらったから、でも頑張れば報われるじゃないかな。何かが。私あんまり仕事嫌いじゃないけど、やりたいことがいっぱいあって。で、仕事は邪魔するんですけど、仕事は命の、大切な一つ、大切な一部だから、ちゃんとしなきゃなって思います。で、あと、今から、またどっか行きたいと思いますけど、カスに連絡取れないんです。じゃあ取れたらまた報告します。お母さんに連絡取れました。また一緒にどっか行きます。イエイ。今は知らない町にいるんです。お母さんのお仕事の都合で。今お母さん仕事中だから、お母さんが働いてるうちにバッグの中身を示します。もう退屈だから やることないんだから。じゃあまずは鍵、1個足りないと、これ。セーラームーンとヘアチェーン。鍵がないと困るらしいよね。サングラス、最近買ったサングラス、ダサいから安かったんです。私の本当のメガネなんです。メガネをこの可愛いポーチに入れます。ディズニーのツンツン、かわいいですね。昨日買ったキティのペン、
ントですごく可愛い。おお。うん。イヤホン面白くない。イヤホン。お財布。それは全然可愛くなくてかっこいいお財布にしましたけど、男のお財布が好きだからそういうのを使ってます。うん、かわいいピンク色のクマちゃん。あ、サングラス、ハート型のサングラスすごく好きで、でもお父さんが私がそのメガネをつけてるとなんかイライラして似合わないだって。似合わないかもしれないけどすごく大好きで、ビール面白くない。あ、リップスティック、あ、今朝つけたリップスティック。あとはポニーたち、うん、お守りとしてピンキーパイとか、ライムボールダッシュとかレインボールダッシュとか、うん、そしてフラターシャイをバッグに乗せて歩き回る。私ポニーがとても大好きで、はい、ポニーのフィギュア全人持ってます。あ、全人じゃないけどほとんど。はい、以上私のバッグの中身でした。今買い物に行ってきます。本物のプディンを見つけました。すごい。事務所に忘れ物を取りに行きます。おっちょこちょい。ちゃんと扉を閉ざしたかどうか確かめに行く。私本当に丁寧だから、ちゃんと閉ざしたです。よかった。今日の晩御飯はチキンサラダ。はい、最近買ってきた。最近ついさっき買ってきた。これ何ですか？クルトンとチキン。これチキンなんですか？うん、すごくいい匂い。あとドレゼンも買います。はい、何のドレゼンかな。失敗。あ、マスタードみたい。これマスタードじゃない？わかんないけど、うん、美味しそう。きっと美味しいだろう。チキンサラダは美味しい。チキンサラダは最高。はい、味見したいと思います。混ぜて、全部混ぜて、はい、味見します。うん、チキンどこ、大好きなチキンどこ。はい、プリンを食べます。お、すごい楽しみ。本当のプリンは
食べるのは初めてだから、すごいワクワクドキドキ。いただきまーす。何それ、美味しい、美味しすぎる。何それ、あんま食べたことがないのこれ。超幸せ、ありがとうございましたプリン様。チョコのクッキー食べました。そしてプリンのティッシュなくなったんです。よかった。綺麗だね、綺麗だね、綺麗な空だね、綺麗な。今、ろうそくに火をあげます。あー、すごい楽しみ。おーはい、以上。ろうそくの光、はい、おやすみなさい。明日もいい日になりますように、いい日でありますように。